プエルトリコのコーヒープランテーションプエルトリコにおけるコーヒー生産は18世紀から今日に至るまで実に波乱に富んだ歴史を持つ。生産工はスペイン植民期に最盛期を迎えたがアメリカ合衆国に併合された1898年には不振に陥った。近年、スペイン植民期の多くの伝統的なコーヒーアシエンダ製の復活とともに グルメコーヒーの取引が急成長している。プエルトリコのコーヒーは滑らかで香りが良いのが特徴である。プエルトリコに近くのマルティニーク島から主要な商品作物としてコーヒーが最初にもたらされた当初はプエルトリコ内で消費されていた。18世紀末には100万ポンド以上のコーヒーを生産するようになった。19世紀後半。 コーヒー生産は最盛期を迎え世界第7位のコーヒー生産国となった。1898年以前においてはウトワドが最も有名な産地であった。プエルトリコのコーヒーが質量ともに急速な成長を遂げた背景には専門知識を持った欧州からの移民の貢献によるところが大きかった。1898年に米国がプエルトリコを並行して 以降、より商品的価値の高い砂糖キビの生産に重点が置かれるようになるに従って、コーヒーの生産量は減少の一途をたどった。しかし、アシエンダ製が復活し、新たな土地もコーヒー生産に充てられるようになった。現在、コーヒーの生産は復活を遂げている。栄養素が豊富な火山性の土壌を持つコルディジェラ、セントラルにある新しいコーヒー農園は高品質な。 グルメコーヒーの生産に貢献している。コーヒーの生産地域は標高2400から2780フィートのリンコンからオロコビスに続く中西部の山岳地域にかけてプエルトリコ全土に広がっている。最高地点が標高4390フィートに達するポンセのようにコーヒー生産の潜在性がある高山地域も存在する。主な生産地は 中央北西部のサンセバスティアン、ラレス、ラスマリアスといった自治体にある。近年、コーヒーの生産は、運量や気候変動、生産費の高騰、正常不安による影響を受けている。人材不足により、コーヒーチェリーの半分は収穫されることがないまま放置されているとも報じられている。アラビカ種が主力種であるほか、ブルボン種、ティッピカダネ、パーカスダネ、 カティモール種も人気である。国内消費量は生産量の3分の1ほどである。ドミニカ共和国やメキシコからの輸入もなされている。しかし輸出されるコーヒーはごくわずかである。他の地元の品種には、ヤウコセレクト、リオハ、ヤウコのカフェリコ、クレマ、アドフンタス、コクイ、アルトグランデスーパープレミアムがあり、地域ではアルトグランデスーパープレミアムが最も人気である。 ありがとうございます。